ヤードメーカーですね。ああ。もう絶対使われへんやん。もう出だしから使われへんやん。やめとこれほんま。えぐいな、関東からまた来てるやん、たくみくん。ほんま。やばいやろ。ほんま。もう関東から来すぎやって、どっかのおじさんみたいに。ほんま。すごいことあってんな。あ、グリジー。あ、グリジー今日来てないな。ほんま。一緒に来たんやと思ってた。あ、これリアさん使えたん？前でしょ？ごめん。すごいな。関東から何台来てるん？これ横浜から来てるやん。すごい、小型。やっぱバルかっこいいな。いや、バル。いや、元あるのバーも入ってるやん。すごいな。大型かっこいい。横浜から来たん？小型。いや LS の LS の僕と一緒の入ってるやん。小型でこのカラー珍しいよね。で主な台湾の人の真似。あ、台湾の人の言うたら見てかっこいいなと思って。これツヤ消しブラック？すごいな。これウインカー部分も塗って持てるやん。あ、これ。あ、下側開けて、あ、かっこいい。へえ、すごいな。へえ、今日はなんかグリファスばっかりと N マックスばっかりやな、ほんまに。すごいことなってんな。あ、これあれっすよ、ヒロさんの。ヒロさんのディスクでかいな、これ。久しぶりに見たら、倒立入ってるやん。倒立、わ、別さんの倒立入って、ブレーキもえぐみの入ってるやん。すごいことなってんな。うわ、ヘッドライトも変わってるし、いや、フォグランプも変わってるやん。復活。もうグリファスめっちゃ来てんな今日。まあ、来てんなって俺呼ばれた方がいいけどな、ほんまに。でこれも関東からね、新潟。かっこいいよね。ステッカーの貼り方めっちゃセンスあるよね。かっこいいわ。あ、ブレンボ入ってる？ブレンボ入ってるやん。すげえ。これディスクはどこの？これディスクはどこのやつ？あ、NCY のディスク入れて。へえ、かっこいいね。すごい。関東から新潟来るってすごいな。これテールランプがめっちゃ大人っぽいよね。オレンジと赤でちゃんと綺麗ね、これ。関東の横浜から来るってえぐいな。これリアサスどこの？かっこいいリアサスついてるね。すごいな。関東から3台も来てんで。えぐいえぐい。
なんか関東から来るっていうのがもう当たり前になってるけど、当たり前ちゃうからな、ほんまに。うん、えぐいの、えぐい音してるわ。もう久しぶりに、ね、久しぶりにカッコーさんね来たら、いや俺ももう変わってるやん。僕みんなどんどんしていくな。めっちゃ売れん、すげえな、めっちゃ集まってん。これどこ、すごいな、すげえ集まってんな。これここどこ、服がもうベタついてるから、えぐいことなってんな。宝塚まで来てもうたな。そうなんすよ。純くんまだ近いからええよな。30分ぐらい。そうなん。そうなんすよ。俺だけがバリ遠いん。一番遠い。相変わらず明るいよな。おお。トランクケースかっこよくなってるやん。何これ SCRK の、はい、珍しい、かっこよ。こんなんあんねや。あ、純正の肉抜きなんや。お前 SCRK って書いてある、かっこええ。これ日本初じゃん。すごっ、かっこいいな。やることはいつも変わってるよな。すごいわ、ほんまかっこいいな。見つけて帰ってよ。これかっこいいやん、 SCRK すごいな。これ鑑識プラッチ入ってんやん。すごい、ええよくしてんな。かっこいいクランクケースやな、ほんまに。マッキンスリーで帰ってよ。はい、ありがとう。じゃあ、すいません、すいません。
ラフケース変わってるやん。これ前から一緒です。前からでしょ。へえ、かっこいいね。